ハーパージャンゴレスジュニアなんていうのは、はい、いわゆるコンバートです。そうなんですね。ガードにするのに必要な資質ってありますか？疲れるかかなっていう。ああ、好不調がある。はい。そのタイプにはガードは僕は難しいと思ってます。バスケットはアメリカだと思ってる。底辺から層が違いますよ。日本のバスケット、その例えば僕コンバート推しなんですよ。割とこう16歳で海外がコンバートしてるみたいな話をよくしてて、で入口先生結構そのガードのところをすごくこだわるっていうか、先生のちょっとそこら辺の世界での戦い方というか、なんかポリシーを教えていただきたい。日本はずっと大型化してとか、はい、あの大きなガード育ててとかずっとやってきているけども、はい、なかなかそれが実を結んでないですね、はい、男子、はいはい、女子に関しても女子に関してはもうあのスタイルを逆に確立してしまったかなという、うんうん、日本がずっとそれこそモントリオオリンピックからやってたスタイルじゃないですか、うん、日本の女子っていうのは早くやって早いディフェンスが激しい、はい、でロングシュートも含めてっていうのはずっとやってきたスタイル、はい、いわゆる WJBL がやってたスタイルですね。で日本の男子っていうのはなかなかこうヘッドコーチが変わるたんびにいろいろ変わったりとか、うんうん、まあ、外国の人がヘッドコーチしたりなんかしていろいろ変わってきているので、はいはい、もちろんそのサイズがあって動けれて全てができる選手がいればそれはいいに決まってますよね、はい、うん、ただその例えば河村だとか、まあ、富樫君だとか、うん、河村あるいは前の田臥君とかね、はい、ああいういわゆるサイズがないと言われているサイズがないガードの人がプレーをした時と、うん、はい、うん、ちょっとサイズがあるけどもやった今回の東京オリンピックみたいなジャパンのスタイル、はい、どっちがいいのかということでしょうね、うんうん、だからなかなかそういうサイズでガードできる人っていうのはいないのかなっていう気がしてます。で例えば、うん、去年のハーパージャン・ローレンス・ジュニアなんていうのは、はいはい、あれは中学までセンターですからね。あ、そうなんですか。だけどドリブルだとかいろいろ彼の資質を見てポイントガードができるなっていうことで彼はいわゆるコンバートですよ。そうなんですね、はい、知らなかった。でジュニアに関してはまあこれからでしょうね。高校の中でやれたけども、はい、まあ、高校では優勝させることができなかったガードですけど、あの、まあ、大学でどう、まあ持ってる身体能力とかすごいですからね。ガードにするのに必要な資質ってありますか？そのハーパージュニアをそこに抜擢したのはドリブル以外に何かありましたか？まあ、彼の場合ディフェンスがすごく良かったのが一つあるのと、あ、まあ、プレーとしての魅力ですね。プレーとしての魅力、プレードリブルだったりプッシュする力だったり、 あのガードの一つの要素として、はいはい、あの持っているし、まあ、メンタル的にも非常に何て言うかな、結構好かれる子かなという、ああ そういう部分もあるので、それはやっぱガードとしては大事な資質ですか？非常に重要かもしれない。好かれるというか信頼されるというか、あ、うん、頼られるというか、はい、それはキャラクター的なもの、キャラクターも含めてですね、うん、あそこまで見てるんですね、うん、だって僕の代わりにやるわけでしょ、ガードが試合を。そうですね、そうですね。っていうことは僕も任せられるしみんなもついてこれるっていう人じゃないと、やっぱりシューターも気持ちよくシュート打てないし、はい、気持ちよく走ることもできないし、はい、センターも体張って、はい、痛い思いして、はい、そこにちゃんとパスくれるのかってね、なんかいうことでしょ。こうさっきその河村勇輝の時にこう温度差があってもこう彼自身がそれを許容できたみたいな話をされてましたけど、こうやっぱ実力が抜けててちょっとこうなんていうんですかね、カリカリしている子っているじゃないですか。そういう子はもしかしたらガードは難しいって。難しいですね。難しい、うん、それで外した経験もありますか？うん、あるんですね。でガードはできないって僕は思うわけ、そういう子には。でもじゃあでは3番あたりで自由にやればってこう、はい、ああ自分が、うん、いい時は点取りますよこの子は。あ、ダメな時は下げればいい、ね、この子は必ずダメな、そういう子は必ずダメな時間帯、ダメな時間帯とかダメな人が来ますからね、はい、安定しないわけですよ。ああのメンタルっていうか、はい、
好不調がある。はい。そのタイプにはガードは僕は難しいと思ってます。あ、そこまで見抜いてるんですね。見抜くっていうか、なんか特に高校生世代はそれは大きいかな、うんうん。ガードをすごくやっぱり大切にされるじゃないですか。2ガードについてちょっと聞きたかったりとか、うん、そのメリットだったり、うん、考え方っていうか、バスケットの展開を早くしようという中で、うん、ワンガードでもできないことないんですけど、やっぱり必ず疲れたりちょっと気持ちが緩んだりする時はありますからね、うん、でそういう時にもう一人それに等しいガードがいてくれれば、今度はその子が引っ張れるわけで、はい、まあ、河村東川だったり、うん、今回の轟と佐藤だったり、はい、結城周期だったり、うん、高校生ですからね、ともすれば40分出ることがあるわけですよね。はい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 、はい、あのタイムシェアがうまくできるプロとはちょっと違うから、うん、はい、そういう中でディフェンスの厳しさだったり切り替えの速さっていうのを、うん、こうやるときには、はい、僕はこの2ガードがいいのかな。先生のところから結構たくさんの人が海外に挑戦してると思うんですけど、どう思われますか、海外に挑戦だったり、まあ、今八村君とかね、はい、渡辺裕太君とかが成功してるからですね、はい、ある程度のサイズ、うん、っていうのは必要なのかなと思いますね。うーん、サイズ、うん、まあ、だから富樫君とか、はい、河村勇輝が、はい、うん、で本当に NBA の中に入ってやれるのかっていう、うんうん、そのアメリカの大学に行ってアメリカのバスケットを学んでくる、うん、体験してくる、うん、っていうのはどんどんやっていいと思いますよ。あ、それは高校でもそうかもしれません、はい、やっぱり僕はバスケットはアメリカだと思ってるので、はい、やっぱりバスケットができた国だから、はい、底辺から、はい、層が違いますよね、うん、っていうことはコーチの層だとか、はい、うん、いろんな層がやっぱり厚いと思うんで、はい、そういう中でバスケットを経験してもらうっていうのはすごくいいと思いますね、うん、チャンスがあれば若ければ僕は若ければ若い方がいいと思います。あ、できたら高校1年生を夏休みぐらいに連れて行きたいな。若ければ若いほどっていう意味で、うん、僕ね、預かるのは1年生が最初ですから、はい、3年生ぐらいになっていくと思い出旅行みたいになっちゃうから、あ、1年生ぐらいでできれば連れて行ったりして、はい、だし、もうそれこそ出てくる前に学校長と話した時も、はい、そういう留学のチャンスがあったらどんどん行かせなさいよっていう、へー、僕も行かせたいっていう話をしました。探求心がものすごくあると思うんですけど、先生って。だからそれは今世界の話してるけど、先生は自分の福岡第一の中でも勝ってる先生がいたら練習を他競技でも見に行くとかって聞いたんですけど、それをなぜ始めたんですか。僕はそういうなんていうか選手のキャリアもないし、はい、っていうところから始まったバスケットですから、はい、うーん、なんていうかな、雑食なんですね。雑食、もうなんかいいかなと思ったら、なんかとにかく食いつきたくなっちゃうんですよ。あの欲深いというか、やめついというか、貪欲な、うん、なんかこう、はい、なんかやっぱり今の自分のままではダメだろうとか、はい、このままでいいのかなっていう思いは常にこう思いながら、はい、またそう思っとかないと、はい、まあ、僕も成長しないと子供たちは成長させれないわけで、うんうん、そういう意味でもこういろいろこう、うん、いろんなチャンスがあれば、はいはい、それはいつ終わるんですか。もう出口隆のバスケットがこう集大成っていうのは永遠に来ない。来ないかもしれませんね。うん、怖いやめた時にはもう終わりでしょうから、その時に何かが、その時にまではこうだったっていうのが出来上がってるだけの話であろうから、はい、もしそこからまた続けてたらまた、はい、違った自分ができてたはずだろうと思う。じゃあもう学びは止まらない。そうあるべきじゃないかなと思いますね、うん、最後にじゃあコーチとは。コーチとは
出口先生にとって、うん、まだまだまだ終わりのない旅でしょうかね、旅の途中って感じですね、うん、でそれを続けていかなきゃいけないのかな、それがコーチかなと、今日本当にお疲れのところを長い時間本当に本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、いつ頃行けそうですか。今年絶対行けます。秀樹さんの息子さんが富樫勇樹さんということで、やっぱおかしかったんだよ子供のことが